この前さ、オンラインオフ会のあれマリンがさ、いろいろ準備してくれて、あれ最初ほんと大変で、まずみんなでさ、じゃあちょっと自分の自撮り送るよって言ってさ、その時になんかめちゃくちゃでかくなったりめちゃくちゃ小さくなったり本当に大変で、そうだから、それをなんかマリンがいい感じにさ、こう位置調整してくれて、それペコラッチョ聞いて、そうペコラッチョなんか配信前からなんかそうなんかね調子悪くて、なんか重いんだよね、やっぱみんなを、そうみんながさ集まるとやっぱね、まあ多分ズームとかそういうやつもそうなんだろうけど、最初さ、あと団長最初になんか、じゃあペコラッチョが、そのペコラッチョがこう出てきて、でみんながどんどんデビューの順番に出てこうねみたいな、一気にわーって出るよりもそんな感じでどん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 集まる感じ、そのオンラインオフ会だからねって言ってさ、いやそんなことやってたのにさ、で団長じゃあペコラッチョが、あ、じゃあペコラッチョが、じゃあ最初行くんだったら団長、まあ4人目だし、じゃあちょっとお菓子持ってこようって言って。そう、なんだっけ、カルシウム入りのウエハース取りに行ってたら、まさかのさ、最初映ってて。で、団長来た時に、なんかペコラッチョが、おい映ってんじゃねえかみたいな。おいみたいな。何やってんだって言ってた時にさ、何え、何みたいな。なんか団長最後遅れちゃった。あれみたいな、みんなあれなんで団長だけ映ってんのみたいな、で後からアーカイブ見たら、そうみんな映ってて団長遅れてた、そう、あやばい、やっぱ配信前に準備しておくんだなと思って、そうそう、バカタレガーが、そうバカタレガーが聞こえて笑そう、めっちゃ面白かった。いやいいなと、なんかやっぱ3期生は特別だなって思う。やっぱ同じ同期がいるって幸せやんなって思うね。そう、3期生マリンもこの前なんかの配信で言ってたんかな、ちょっと男女切り抜きで見たんだけど、まあ、3期生がなかなかこうコラボでなんか少ないっていうか、まあ、なかなか集まれない理由、やっぱどうしてもやっぱなんかこう忙しかったりとか、あとなんか3期生集まるとなんかちょっといや、なんだろうね、緊張っていうか期待されてるかなみたいな、ドキドキみたいなさ、まあ、そういうのだったりとかあるって、うん、でも気持ちはわかる。そうね、でも団長は、でも団長はね、ただ楽しく船長とフレアの切り抜き、え、どれなんだ、でもフレアがなんか抜くみたいな言って団長気づかんかった、なんかあまりにもなんか、ぼーっとしすぎてて、なんかさ、ペコラッチョでなんか抜くみたいなさ、そういう話してたの全然気づかんく、多分配信中も、あーみたいな感じで。言っとったんかと思って。フレアはでも言うよ、そういうことを。でもなんかもう慣れちった。フレアだって意外とそういうこと言うもん、なんか前もさ、なんだっけ、ハネルさんの企画かなんか、でお呼ばれした時だっけかな、その時にさ、なんかこうカップルで出たやつで、の時にも言ったけど、なんかフレアね、いきなり言うよ、そういきなり結構言うから、そう言うよ、だからなんか慣れちゃったそう、ピンクのヘッドホンの、あのピンクのヘッドホンのマイクの部分見て、あ、なんかエッチってだ団長でも思わんがとねそう、まあ、団長も結構そういうのを思うタイプだけど、とねそうそうそう、だからなんかずれてるんだって、なんかそう感性がね、ちょっとずれてるってことが、だからそこがまあでもフレアの良いところ良いところだなと覚えますよ、そう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 いやー懐かしいな、まあそんな感じで言ってて、まあ来月もね、3期生コラボありますんで、ワクワク楽しみ。今度ワードウルフだね、ワードウルフ。